どうもキミマロです。今日はですねジウンさんのスタビライザー、ジンバルを紹介したいと思っております。スマホ用のジンバルなんですけども、それがですねここに入ってます。これです。はい、今こちらのポケットから取り出したこのコンパクトすぎるジンバル、こちらがジウンスムーズ Q2 というスマホ用のジンバルでございます。こちらをジウンさんからご提供いただきましたので、早速レビューをしてみたいと思います。こちらの設定とかモードの説明っていうのは後ほどやるんですけども、レビューの前にこのスムーズ Q2 とiPhone X、 こちらでどんな映像が撮れるかっていうのをショートフィルムにまとめてみましたので、こちらをまずはご覧ください。どうぞ。いかがでしたでしょうか。ご覧いただいた映像は全て iPhone X をこのスムーズ Q2 に乗せて撮影したものになります。で、若干編集を加えたものになってます。非常に滑らかでユニークな映像になっていたんじゃないかなと思います。こういった映像がスムーズ Q2 と iPhone X だけで撮影できちゃいます。以前別の動画で同じくジンさんのクレーム2もレビューしたんですけども、それと比べてかなりコンパクトになってます。こちらが以前レビューしたクレーン M2 で、こちらが今回レビューさせていただいている同じくジウンさんのスムーズ Q2 です。立てて比べてみてもこれだけ大きさに差があります。こっちのクレーム2の方はデジカメも載せられるということで、まあ、それなりにね、大きいサイズなんですけども、クレーン M2 も非常にコンパクトなんですけど、こちらのスマホを載せるためだけに、軽量改良されているスムーズ Q2、 こちらはやっぱりねコンパクトですよね。冒頭の動画でもあったようにポケットに本当入ってしまうぐらいコンパクトです。このスムーズ Q2 ですけど、まず高さは 204mm、まあ、20.4cm ですね。で、横幅は 102mm、10.2cm ですね。で、厚みは 41.5mm なので、4.15cm ですね。で、本体重量は 380g、まあ、非常に軽量になってます。ただ、軽量ですけど、ちゃんと手に馴染む感じで、ある程度のね、重量感っていうのは感じますし、あと、見て思ったのは、すごいね、質感がすごい綺麗ですよね。マットなブラック。になっていて、なんか高級感あります。なんかこうおもちゃっぽい感じは全然ないですね。割とね重厚な感じの素材感になってると思います。はい、じゃあ早速セッティングということで、ここに iPhone を載せてみましょう。最初箱から取り出した時にはこのスマホホルダーは載っていない状態なので、こういう感じでまずは箱に入っています。で、ここにまずここのラッチという鍵みたいなやつですね。上が鍵が開いてるマーク、下が鍵が閉じてるマークになってるので、一旦この鍵を開けた形にして、それでここの溝のところにこのスマホのホルダーをくっつけます。で、くっつけ方は非常に簡単で、ここのところに上からカチャッと下ろしてあげるだけで、これで半ロックみたいになるので、強く上げたら取れてしまうので、
一応半ロックの状態でさっきのこのラッチって言われるこの赤い鍵をグッと下に下ろすと下りました。これでもうこれは外れることはないです。でここに早速スマホを載せていきます。スマホの載せ方もめちゃめちゃ簡単で、このスマホのホルダーの部分がこうバンドみたいになってるのでここに挟んであげると、これでもう挟めました。であとはこれを下に向けて、今こういう風に斜めになってしまっているので、これをこれが傾かないようにします。なので今こっちに傾いちゃってるので前の方に重心を持ってってあげると、まだ傾きますね、うん、ちょっとこっちが下がっちゃったんで、はい、もうこれで OK。 めちゃめちゃ簡単じゃないですか。結構ね、ジンバルってデジカメが載せられるジンバルとかだと、ここの設定のところがこことこことここをこう3つの軸をねバランスを取らなきゃいけなかったりするので、クレーム2の動画をご覧いただいたら分かると思うんですけど、実は結構ねここのバランス取りの設定っていうのが意外と難しかったりするんですけども、もうこのスマホはめちゃめちゃ簡単ですね。誰でもね1分かからずにできるんじゃないかなと思います。ここにボタンが1,2,3,3つあって、一番下が電源ボタンで、真ん中が録画とかをするボタンになっていて、上がモードを切り替えたりとか、あとはこの角度を変えるためのジョイスティックになってます。でこの一番下の電源ボタン、こちらを長押しすると電源が入ります。早速電源を入れてみましょう。今電源を入れた瞬間にスマホがちゃんとまっすぐ前を向くような形になりました。では早速各モードの説明をしてみたいと思います。まず立ち上げてすぐの時はパンフォローモードというものになってます。パンフォローモードっていうのは、今カメラが前を向いてますけども、左右にはこういう風に振ることができるんですけども、上下に振ろうとしてもこの垂直の角度、これは変わらないんですよね。ちょっと横から見てみると分かるんだけど、左右には振ることができるんだけども、垂直軸は保たれてます。で左右に振ることはできる、これがパンフォローモードです。それでジョイスティックをもう一回押すと、今度はロックモードというものになります。ロックモードっていうのは、上下に振っても垂直軸は保たれて、さらに左右に振ってもパンがされなくなります。さっきのパンフォローモードと違うのは、左右にも動かなくなる、ひたすら正面だけを撮ることができます。こういう風に動かしたら、このカメラの位置は変わるんですけど、同じポジションで左右とか上下に振っても左右の傾きと垂直の傾きっていうのはしなくなります。それでもう一回ジョイスティックボタンを押すと、今度はフォローモードというものになって、フォローモードは上下にも傾くし左右にも傾く、こういうふうにね比較的柔軟に動かすことができるのがフォローモードです。でもう一回押すと POV モードというものになります。で POV モードっていうのはポイントオブビューといって、なんかまあ人間の視点そのまま表現したような感じですかね。なので、左右にも動くし上下にも動くし、あと斜めにも動くと、滑らかだけどアクティブな動きっていうのをつけられるのが POV モードです。でもう一回押すと、今度はボーテックスモードっていうものになります。ボーテックスモードっていうやつは、ジョイスティックを傾けることでこのようにくる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 カメラを回すことができます。で反対側に傾けると反対側に回るようになります。回転するという結構ねユニークな映像が撮れると思います。もう一回ジョイスティックを押すと最初のパンフォローモードに戻ると、こういった感じに5つのモードが選べます。でジョイスティックを2回押すと1つ前のモードに戻すことができます。あとパンフォローモードとかロックモードとか、角度が固定されてしまっている時でもジョイスティックを傾けることでこのように角度を変えることができます。で傾いた角度を戻したい時は電源ボタンを2回押すと戻ります。あとスタンバイモードに切り替えたい時はジョイスティックを2秒間押す、これで今なんか力が抜けた感じになりましたけど、これで今スタンバイモードになってます。また2秒間押すとこのようにスタンバイモードから復帰します。スタンバイモードへの切り替えは手動でもできます。今ね横になってるスマホを、これを強制的に手動で縦にしてしまう、これでもスタンバイモードに入ってます。
ね、力抜けた感じになってますよね。で復帰させるときはこれをもう一度戻してあげると、これでまたスタンバイモードから復帰した形になります。はい、今パンフォローモードなんで復帰してますね。はい、こんな感じになってます。あと電源ボタンを3回押すと自撮りモードと前を撮影する、これがね簡単に切り替えることができるようになっています。ボタンを3回押すだけでできるので非常にスムーズですよね。続いてアプリの設定もしてみましょう。ジュンさんはこの GY プレイっていう純正のアプリを出してますので、ちょっとそれを使って撮影を試してみたいと思います。今ここの機種が今 WeBLS が表示されていて、ここにスムーズ Q2 のコネクト画面がありますので、これでコネクト Now ってこれを押せばいいのかな。そうすると今ここの接続先はスムーズ Q2 が出てきたので、ここで接続を押すと、スムーズ Q2 とスマホを今ペアリングしようとしてるんですね。でペアリング押しました。でデバイスリストでコネクテッドでエンターナウ、もうこれでいいのかな。あ、もうこれで連携できましたね。めちゃめちゃ早い、とても簡単ですねこれ。でここの赤いボタン、これを押すと録画が始まります。時間が進んでますよね。録画が始まってます。でもう一回これを押すと録画が止まります。あとここの設定ボタン、設定ボタンを押して、ここからねもうビデオ解像とかを変えることができます。映像のサイズは 1080p で1秒間に60フレーム撮影するというふうになっています。これをいわゆるね、こう 4K だったりとか 4K の 60fps とか、一番下だと 720p の 30fps、まあ、こういうのがここの画面からも変えることができます。 iOS だと設定アプリを開いて、カメラアプリを開いて、その先の設定とかをいじっていかなきゃいけないんですけど、このジューンの GY プレイを使えば録画サイズとかっていうのを変えることが簡単にできるので、割と便利なんじゃないかなと思います。僕は 1080p60fps で撮影します。面白いのがトラッキング機能っていうのがついていて、ここの破線の丸、これをタップして、でここでこたつの顔をこういう風に四角で囲んであげるんですね。そうするとこういう風に追尾してくれるんですよね。こたつの顔を追尾した録画ができると。これね結構ね便利ですね。はい、いかがでしたでしょうか。本日はスマホ用のジンバル、ジウンさんのスムーズ Q2、 こちらを紹介させていただきました。ポケットや小さなバッグにも収められる非常にコンパクトなジンバルになっているので、スマホを使ってスムーズなユニークな映像を撮りたいという方にはぴったりなんじゃないかなと思います。 Vlog とかもね最近盛り上がってきてたりするので、スマホを使って Vlog を撮るときにスムーズな映像を表現したいとか言ったときには、まあ、こういうねスマホ専用のジンバルっていうのは非常にいいんじゃないかなと思います。動画の中に何かわからないこととかありましたらコメントをいただけると嬉しいです。この動画が良かったと思った方はぜひグッドボタンをお願いいたします。今後もこういった撮影機材とかを紹介していきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。本日もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Trouble.